おはようございます。今朝の6時半過ぎですね。おはようございます。まさしです。今回はですね、ワニガメの飼育について少し話していきたいと思います。ワニガメの飼育、まあ飼育許可についてですね、飼育の許可について、まあ正確に言うと飼育の許可についてですね。まあこれからね、これから、まあ、どんどん動画をアップするにつれて、視聴者の方もね、ファンの方もこれから少しずつ増えていくと思うので、まあ、増えてきたらね、いずれまあ、ワニガメのね、動画とかをアップしてると、ちゃんとね、ちゃんと飼育許可取ってますかとか、許可証持ってますかとか、聞かれると思うんで、いずれ。それを見越して、今回、そのことについての、動画をアップしようかなと、投稿しようかなと思って、撮影してます。飼育したきっかけは、まあ、もう17、18年前に、まあ、おそらく、ね、外来種の規制が厳しくなったきっかけは、まあ、千葉県にある、まあ、千葉県の佐倉市にある、印旛沼っていうところ、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、印旛沼っていうところで、まあ、外来種のね、ワニガメに似た、カミツキガメが、印旛沼っていうところで、その当時、推定2000から2300ぐらい、まあ、2000匹以上のカミツキガメが、もうすでに繁殖生息しているっていうのが大問題になって、あとね、東京のね、多摩川東京、埼玉近郊ですかね。まあ、その辺の、まあ、ちょっと、多摩川上流がどこまで流れてるのかちょっと詳しく知らないんですけど、多摩川だったかな。まあ、間違えたらすいません。まあ、そこで、まあ、外来種の、まあ、2メーターを超えるようなアリゲーターガーとか、まあ、ライギョとか、まあ、いろいろ外来生物が目撃捕獲されているのとか、まあ、そのね、当時いろいろと問題になって、まあ、外来種の規制が厳しくなったと。でワニガメは、まあ、カミツキガメに似てるし、まあ、カミツキガメよりも大きくなるし、カミツキガメよりもすごいパワーがあるし、噛む力もものすごい強いので、それでカミツキガメに類似してるワニガメも規制が厳しくなって、まあ、その当時ね、最初はまあ、輸入と販売は禁止にはなんなかったんですけど、まあ、輸入販売飼育最初は禁止にはならなくて、まあ輸入もね、販売も、まあ、飼育も許可がね、
あれば、まあ、飼育できるっていう感じで、まあ、そのをね、あの一度は飼ってみたかったんで、あのもうすぐね、まあ、今早く許可取って飼わないと、あのもうこっから先ね、もっと規制が厳しくなったら、あの飼えなくなっちゃうなと思って、もうすぐね許可をね取って、ワニガメを飼い始めました。その当時、それでね、まあ後ろに見えると思うんですけど、飼育するにあたって、まあ逃げたら大問題になるんで、一応室内外だと2箇所施錠をしないと、2箇所施錠して室内の中に2箇所施錠して鍵を2箇所かけないと一応許可が下りないです。で、自分の場合だと、だこうやってね、こうやって水槽のとこに、まあ、蓋して鍵して、それで1箇所ですね、それで1箇所、あと玄関、家の玄関の鍵をして、それで2箇所、それでやっと許可が下りる感じですね。で、あと飼育する水槽ですね、普通のガラスの、薄いガラスの水槽だと許可が下りないです。で、まああとね、都道府県自治体によってちょっとその許可の規定がちょっと変わってくるので、東京都内だとアクリル水槽の6ミリ以上か、強化ガラス水槽、もしくは強化プラスチック水槽って感じで、まあ3つの、まあ、容器水槽だったら3種類の、まあ、水槽もしくは容器だったら許可がおります。で、今自分が住んでるのは千葉県なんですけど、千葉県の、自治体だと強化ガラス水槽じゃないと許可が下りないです。強化ガラス水槽、まあ、その千葉県が定めている規定だと強化ガラス水槽じゃないと許可が下りないんですけど、まあ他の、まあ、アクリル水槽の6ミリ以上のアクリル水槽か、強化プラスチック水槽でも、まあ、買えなくはないんですけど、ただ千葉県が許可してる規定は強化ガラス水槽なんで、それよりも頑丈です、大丈夫です、逃げられませんっていうことを証明できないといけないんで、なんか証明をしないと許可が下りないっていう動物愛護センターの方に言われたので、ちょっとその辺のね、証明の仕方だったり書類を揃えたりとか、まあちょっとその辺がややこしくてちょっと面倒くさいので、
まあ、今はね、まあ、強化ガラスシーソーに強化ガラスシーソーで、まあ、飼育してるんで、まあ、問題ないんですけどあとね、今ちょっと借金が400万弱あって、ちょっと、まあ、家の壁も薄いですし、ちょっとねこれ以上大きな水槽に住んのもちょっと部屋が狭いですし、まあもうそろそろね、もうちょっと水槽がちっちゃいんで、早くね借金を完済させて、ちょっと引っ越してもっと大きな、まあ、1500ぐらいの水槽に次は変えてあげたいんで、ちょっと皆さんにねその辺の、ご協力お願い応援を してもらいたいので、チャンネル登録とグッドボタンかグッドボタンかバッドボタン、まあ、どちらでもいいので押してもらって、まあ、コメントメッセージなどを、ね、書き込んでもらえると、あのこれから登録者とか視聴回数とか伸びていくので、その辺を皆さんの応援をどうかよろしくお願いいたします。でね、あの、まあ、内容の本題 あのちゃんと許可を取っているか、許可証を持っているかってことなんですけども、今ここにね、まあ、水槽の蓋が見えると思うんですけど、その上に、まあ、壁にね並んでる3枚の書類が、一応許可証の書類になってます。ちゃんと許可をね取ってます。ここに3枚並んでるのが、あの動物愛護センターでの動物センター愛護センターでちゃんと許可をもらって、許可を得て飼育しています。ね、あとね、まあ、飼育していると、まあ、自治体によって変わってくるかもしれないんですけど、年に、まあ、自分のところは年に1回あの動物愛護センターの職員の人が家に訪問して、あの年に1回立ち入り検査があります。まあ、そんな感じでね、ちょっと見えますかね、まあ、こんな感じですね。それでね、あのこれからね、まあ、ワニガメだったり、まあ、あの他にもクサガメをね2匹飼ってるんですけども、まあ、これからね、まあ、動物の動画をメインに、まあ、いろいろと投稿していきたいので、まあ、皆さんのご協力応援をよろしくお願いいたします。頑張れるように頑張っていきたいので、皆さんの応援をよろしくお願いいたします。まあ、本当ね、本当引っ越してね、この水槽をもっとね大きくしてあげたいので、今後ろにいますけど、ちゃんとね蓋が、あの開かないようにこうやってね、ここに鎖と鍵で正常してます。
そうしないと許可が、飼育の許可が下りないので、まあ、今回の動画の内容はこの辺で終わりますけど、まあ、皆さんの協力応援をお願いします。本当この引っ越してこの水槽を大きくしてあげるためにも皆さんの応援をどうかよろしくお願いいたします。ではまた次回、次他の動画でお会いしましょう。バイバイ。